はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はビジョンズワールド開催延期についてダラダラと5択を並べていこうかなと思います。まずは延長期間について5月の24日火曜日23時59分の59秒まで。長くねとビジョンズワールドいつまでやるんっていうことで、しかも多分だけどこの次の25日の5時から、ダークビジョンズが始まるんじゃないかなと思いますと、知らんけど。でこれに伴って、喜ばしい方もいると思う。中にはね、ゴールデンウィークせっかくだからゲームやらずに遊び行きたいよって方もいたと思うし、ただそうじゃない人の方が多いんじゃないかなと思いまして、というのもやっぱり報酬ですよね。いろんな方がね、順位いると思いますが、もらったラピスでガチャを引こうと思っていた方いるんじゃないでしょうか。かくいう僕もその一人ですと。というのも、ビジョンズワールド本来の開催期間が、5月の8日まで。で、9日に、例えば、もらえたと。ラピスが9日もしくは10日にもらえたであれば、レジーナ、そして、新米ティーダのガチャにその石が回せたということになるんですよね。もう僕はね、もらった石でレジーナなんとしても引きたいなと思っていたところ、その延長と。いやいや、マジでかと。いいじゃん。だったら、レジーナやティーダのガチャも延長しろやというふうに思いました。ていうか、そもそも、もう未完成のレジーナをガチャのバナーとして置いとくのどうなのっていうところもありますが、もうここの上にそこまでは期待しませんので、せめてガチャをね、もらった石で回したいので、その開催期間中に、実装したガチャについては、もうビジョンズワールド同様伸ばしてもいいんじゃないのかなと思いました。皆さんはいかがでしょうか。皆さんもたくさん思うことがあると思いますので、コメントにね、たくさん残していっていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあ、またね。